愛知県岡崎市にあるお餅専門店、お餅屋たくみや。あんこをたっぷり乗せたものから、みたらし団子など、およそ10種類のお餅を揃えています。ご主人はこちらの矢田さん。和食のお店と和のスイーツの融合として一年中おいしいお餅が皆さんに食べれたらなっていうので。実は矢田さんは和食店で17年腕を振るってきた料理人なんです。コロナ禍に和食の分野でテイクアウトできるお店を考え、お餅に目をつけ去年オープンしました。まず厨房を覗くと大きな餅つき機が登場。かなりのハイスピード、1分間に120回もついているんです。熱いうちに、早くつくことによってふわふわ、もちもちっていう食感になります。通常5分以上かかる餅つきを2分半に短縮することで絶妙の食感を実現させるのです。ちなみにもち米は甘みと香りが強い山形県産の姫の餅、特殊な方法で炊くことで時間が経っても固くなりにくいようにしています。ただその反面、つきたてはかなりトロトロ。これを別の機械に入れると一口サイズで氷水の中へ。急速に締めることで弾力がありつつ固くなりにくいお餅が完成しました。またあんこは6時間ほど煮詰めた十勝産の小豆に隠し味。この黒い液体はなんと醤油。さっぱりした甘さに仕上がるんだそうです。あんこの上にお餅、さらに上にあんこをたっぷりのせれば看板メニュー船餅の完成です。毎週来てます。もちもち本当に食感いいですよ。満足です。すごくすごく美味しかったです。つきたてっていうだけあってすごく柔らかくて、王道のきなこからずんだ餅、さらに練乳をかけたものも。お餅って、節目節目で食べるようなこうイメージがあるんですけど、縁起のいいお餅、こう伸びる末永くみたいな商品なので、ぜひ食べていただきたいですね。